当費は中華民国の軍人、一級上将、元国防部長、元行政委員長。当費はもともと戦闘機のパイロット出身であるが、青年期は長らく中華民国を代表して大使館の駐在部官を務めた。このため、開放的かつ西洋化した思想は同期の将校の中でも突出したものであった。李当費が総統に就任した後、二級上将に昇進し、 国防部、ただ視察室主任となる。1990年、各白村が行政委員長になった後、空軍総司令、一級上昇参謀総長に昇進した。李登輝政権の末期には、国防部長も務めた。空軍将官服姿の当飛当飛の経歴は、1990年代後半の台湾において、陸軍主導から空軍優先へと、 軍事路線が転換していったことを物語っている。当比は軍の近代化に大きく貢献したこともあって2000年に民主進歩党の沈水編が相当になった際に行政委員長に任命された。これはそれまで長期にわたって政権を握っていた中国国民党に近い存在である国軍を落ち着かせる意味があり、また超党派による新たな政局を展開させる意味を持っていた。 軍人が行政委員長に就任したのは、陳政、各白村に続き3人目であった。また、軍人としての最高位である国防部参謀総長と文官の最高位とも言うべき行政委員長の両方を務めたのは、各白村以来2人目だった。しかし、国民党籍の党費は行政委員長に就任すると、台湾第四原子力発電所の建設継続を主張し、 建設中止を訴えた民進党と衝突することとなる。この後、陳水平総統は、党費の健康上の理由による辞職に同意し、党費は行政委員長の職を4ヶ月余りで辞任することとなった。ありがとうございます。